いいじゃん。いやー素敵。いい感じね。ガラスも可愛い。可愛いね。お値段はこんなにあれなのかな。まあ普通にちゃんとします。ちゃんとしてるか、うん、これ名前が入ってる。ブラチャンリョクフローレンスとかエレーヌとか可愛い。ね、スプーンあるね、うん、ピースで売ってるしかね、こういうのじゃないと買えないです。こういうのも素敵ね、うん、これ欲しい。どれ？それかわいいね。ちっちゃくていいじゃん。これアイス。すげえ、しかもシンプル、うん、シンプルだよね。ここがちょっと線が、うん、1000円ぐらい、うん、これも可愛いなと思ったけど。わあいいね。うわいいじゃん。いいよね。こんなんでケーキ食べたら可愛いじゃない。これ綺麗かな。うんうんうん。すごい綺麗。これは買おうかな。綺麗です。これと選んで選んで。これかなやつ、ね、うん、え、かわいい。この感じ好き。綺麗、うん、色合わせ的には、うん、落ち着いた色の方が使いやすい、うん、使いやすい。部屋にも馴染みやすい。じゃあ緑系、緑系深めの、深めのね、うん、細長いのとか良さそうだけど。くるくるってしてるやつ、うん、なんかマウスウォッシュみたいなのの隣にある左か、うん、はあはあはあ、マウスウォッシュまさに、ね、あーこれだね、かわいい。いいかもね、この辺のなんだろうねかわいいけど、なんだろう。2つで15ユーロ。もっといっぱい買いたいけどやめておこう、うん、ドミノ市でも買ったしね。はい、じゃあこれ買います。かわいいね、この、うん、包んでくれたのが。いい店だね。いいお店、いいお店、いいお店。はい、ここは何なんだろう。全部インテリア系。見ていいのかな。わお。わあ。なんか日本的な。日本的な焼き物だね。うん。土物だ。かわいいね。見て。売り物じゃないかもしれないけど、なんか使ってるから。遊びにできる。うん。あ、ちっちゃい、かわいい。日本みたい。あ、それへぇ、いいじゃん、いいね。うわ、かもかわいい。あ、これいろんなのある。右のが好き。これのが好き。好き。36、まあそんなに高くはない。別にベラボーじゃないね、うん、サンマとかしたいいね。かわいい。2つ揃えたらかっこいいね。かっこいいね。これも可愛い。私はこういうのばっかり違う感じにしないと。それもいいね。俺それ好きだな。その皿好きだな。これちょっと縁がさ、うん、色ついてんのがね。30、30、うん、いいね。これのもうちょっとちっちゃい版、うん、とかがあったらなんか富士皿的に黒白で、え、めっちゃいいかも。Et des fois dans une même pile, c'est différent les assiettes. Faut pas hésiter à regarder, chercher. Merci. 全部違う感じだから出してみていいよって。そうだよね。出してみてみよう。この辺一緒。お、緑っぽいのもあるね。
2色あるのも可愛いけどね。可愛いね。まあ女性男性みたいな。そうしようか。例えばカツオのたたきとかをやった時にここで取り皿。いいね。絶妙な、なんかあんまり見ない感じですね。ね、後ろもすごい可愛いし。顔かっちゃう。ここが予約だ。うん。これかこれだけど、まあ、こっちの方が。うんうん。これも可愛いよ。おまた追加来ちゃった。追加来ちゃった。すごい絶妙。いいね、絶妙。この皿も可愛いね。いや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 。豆皿いっぱいあるからね。じゃあこれだけでいっか。Plates as a gift? It's a gift because you buy something. Wow! Little sample? Ah! Little sample! Hey, really? Hey! We have a lot of them. I give one. これが素敵かも。これが素敵？俺は。15って書いてあるけどいいの？いいかな。これにする？うん。え、ね、こんな感じ決めた？いいのかな？好きなのは。いや、私これ可愛いと思って。すごい好きだよね。じゃあ、それにしようか。しようか。やっぱり作家さんはちゃんと自分の作品が割れないように、ね、ちゃんとすっごく丁寧に包んでくれて。ありがたい。嬉しいね。飛行機に乗るから。嬉しい。あ、なんだって？このブランドの方、うん、マリハっていうブランドの方がいっぱい買ってくれる。She's wearing Mariha. 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 Mariha は日本人のブランドの方なんだけど。This is a very is a well-known brand in Japan. Yes, yes. ちょっとそれも嬉しい、ね。嬉しい。Very good. ああ。She bought the kind of face. She bought this. Yes. こういうふうに使うんだ。なるほど。なるほどね。見たことある気が。確かに。ああ、すごい。すごい。We have something common. わあ、そうなんだ。あの壁欲しくなってくるなとか言って。壁も買っちゃえばじゃあ。だって置く場所がないよ。場所と。ギャラリーラファイアップ来ました。はい、我々は買い物目的ではございません。ございません。牧場目指します。はい、来たー。行ってみます。アイフェル見えます。あ、綺麗綺麗。これちょっとやっぱ写真も撮りたいね。うん、おちょっと見よう。そこが透明だよ。ねえ、いいね。あっちは空が前に見えてるね。うん。完全にキアヌだよ。なんかキアヌ・リーブスだったらこういう店やってそうな趣味で。完全にキアヌ・リーブスだ。あの人作る酒うまそうだね。うん、パクチーのうまそう。いいな。パクチーのよかった。うん、どうぞ。この量じゃもう終わっちゃうもん。あ、いいな、パクチーの。うわ少ない。俺はもうキャメロン・ディアスだわ。何言ってるの。メグライアンか、パクチーのシメツさんは。あ、おいしい。あ、おいしい。おいしい。
あ、チーズうまいね。うん、うん、これ美味しいね。美味しいね。うん、はい、アスティエ、アスティエ行きましょう。夢、夢、夢、うん、夢のアスティエなんだ。そのレベル、うん、そのレベルで行きたかったアスティエ。もう絶対に行きたかった。いつかアスティエ、アスティエ。あ、これです。これがアスティエ。これだよな。うわ、向かいから撮っといた方が良かった。ここに行きたかった。見てみますか、はいはい、なんかめっちゃ見られるからカメラあれかな。ちなみにこれって、なんかこのサイズのがなかった、他にないの？このサイズが出てるだけなんで、最後の1枚なんですよ。じゃあそこでなければ、これと丸をにしても売ってもあるよ。あー、確かに。ケーキによってこう使い分けて。確かに。同じの2枚のよりいいか。いいかもね。確かに。ちょっと面白い。うん、うん。大丈夫？即決しちゃって、ま、ちょっと1回、もう1回見ようか。一周考えます。一応情報、日本からですか？あ、そうです。175ユーロ以上だと免税適用になるので。そんなことあるんですか？はい、今62と72なので 12% 返金されるので。へぇ、すごい、でかいね。ありがとうございます。 12% 5000円ぐらいの 12% だと、そうね、2、3000円は、うん、いやー、かわいいけどね。うん、こうしてにはちょっと小さいですね。濃い感じですよね。いっぱいあるね。いっぱいある候補が。どうしよう。あ、まあ、だったらこっちの方がかわいい。まあ、やばい、全然わかんなくなってきた。お紅茶を、あ、でもお紅茶は分かってるよ。どうしよう。あなたが一番この心惹かれてるものを買っちゃえば。これが一番惹かれてる。これ買ったら使わない？これ、うん、うーん、それあれば使うけど。それあれば使う。まあ、これあれかな、秋が来るかな。でも割とベーシックではありますよね。そうですね、それは本当に相当いいよ。ちょっと好みが変わったりしても、うんうん、こっちの方が。確かにそれだったらね、かな。あの、めっちゃ人いるところじゃない？気になるな。うん、それしよう。 OK、ズッキーニフラワー。 OK、うん、トイレ行ってくる。行ってらっしゃい。うわ、これ一気に行っちゃった方がいいよね。行った方がいいわ、これ。うわー、やばい、美味しそう。なんだこれ。うん、美味しい。創作ワイン料理だね。そうだね、ズッキーニフラワー。やばい、おいしい。うわ、おいしい。ツナ、本当にもっと複雑な感じじゃないの。ダックです。おいしそう。おいしい。おいしそう。おいしそう。いいね。美味しい。この人たちがね。最高。美味しいね。美味しかった。満席ですよ。まだまだ。今時刻何時？今は8時16分。8時16分。はい。
まだ日が明るい。明るい、最高。一軒行ったのに、はあ、日が明るいっていうのは楽しいね。楽しいね。次はルデッシュかな。ルデッシュ？うん。なんて素敵な街なんでしょう。本屋で飲んじゃうんです。最高。食べない？いらない？食べる食べる食べる、もちろん。よし、食べよう。キャロットがちょっと甘いけ、うん、嬉しい。人参本来の甘さ、ね、最高。